俳優阿部サダヲが主演を務める TBS 系金曜ドラマ不適切にも程がある。毎週金曜あと10時の第6話が3月1日に放送され、脚本の工藤官九郎が手掛けた代表作池袋ウエストゲートパーク愛称 IWGP 2000年を思わせる描写があった。物語冒頭、渚、中里恵社と同期のドラマプロデューサー田村ゆき、ファーストサマーウイカが登場。1990年代後半から2000年代初頭、若者から絶大な支持を受けた脚本家エモケンこと江面健太郎、池田成志の過去作で盛り上がる一幕があった。その中で渚が、あれエモケンといえばカラーギャングのやつ新橋のと思い出そうとすると、大ファンのユキが SSLP 新橋 SL パーク真似したよね、 SL ボーイズのファッションと即答した。 SSLP は IWGP、 エモケンは工藤官、工藤の愛称を連想させる。ネット上では冒頭から IWGP ネタをぶっ込んできた。 IWGP ネタ来た、やだ IWGP が新橋になってる。 WWW セルフパロディ W ん新橋 IWGP さすが工藤官などの声が寄せられている。